さあ、2分経ちました。ちょっとダメっす。お疲れ様です。お疲れ様です。久しぶりです。お久しぶりですね。もう久しぶりです。本当の動画。もう全然現場入る現場カメラさん来ないですもん。全然来ない。いやいやそんなことないですよ。いやでもなんかやっぱね結構ピラニスさんが最近多いですね。最近多いですよね。多いですね。ちょっと一時期自分のあれが来てたんですけど、今なんかまたテラニスに戻っちゃいましたもんね。ちょっとね、締められましたね。桜島旋風が巻き起こってたのに、ちょっと下がっちゃいました。なんかちょっと僕の動画を撮ってくださいよっていうお話を聞きまして、はい、最近テラニスの養生の動画とかがちょっと多くて、はい、今何分ですか？今ですね、2分半です。意外といけるみたいな感じですか？いけるんじゃないですか。お、やば、めっちゃかっこいいですね。ちょっと見とって俺でもいけるんじゃないの。いけると、ちょっといけると思いますね。ガンガンいけますよね。全然多分いけると思います。おー、まあ、はい、上を行こうかなと思って。おー、鹿児島魂を見せてやろうかなと思って。いいっすね。ってことで、じゃあ今回は前のテナリさんの動画と一緒ぐらいの大きさで、はい、ちょうどいい窓だったんで、これでやっていこうかなと思って。おっ、じゃあこれを何分で、はい、これを5分切るっすね。おおいいっすね。ちょっとね、5分だったね、はい、それを切れば、はい、俺の方がちょっと上なんで、ちょっとやったろうかなと思って。じゃあ今回はこの窓を2面ですね、はい、そうですね、隣の小さいのも合わせて、はい、うん、5分で、はい、ちょっとテラニスさんをちょっと打ち破るような、はい、やっていこうかなと思って、強気でいきたいと思います。おー、いいっすね。では位置について、はい、よーいスタート。さあ始まりました。まあ、5分でいけるっていうお話ですからね。そうですね、ちょっと本気出しちゃおうかなと思って。本気出しちゃおうかな。まあ一応ちゃんと丁寧に、はい、早く。そうですね、そうですね、早いだけでちょっと叩かれちゃうんで。結構丁寧だねって書いてありましたもんね、コメントでも。あ、本当ですか。はい、あ、ちょっとコメント全然見ないですけど、まあそうですね、嬉しいコメントを入れてくれて、もう本当毎回励みになってます。お、いいっすね。結構桜島さんもね、割と話題になってましたもんね、出た当初。出た当時ですね。出た当時は、出た当時ちょっと上がってくれたんですけど、テラニスさんの動画でまた戻っちゃいます。いいっすね。じゃあ今回はテラニスさんにちょっと反抗していこうかな。いいっすね。割とこの窓はどうですか、やりやすいっちゃやりやすいですか。今回、はい、あのラインが、うん、あの前の塗装屋さんのあれで全然取れないんですね、はい、取れないんで、多分最後に一応もう仮養生して、はい、最後にハケであの綺麗に仕上げていく今回は形なんで、はい、一応貼れるところでギリギリで貼っていくんで、結構むずい感じなんですね。そうですね、むずいというより、あと粘着が弱いんで。あ、そうなんだ。はい、粘着が弱くなっちゃうんで、そういうのはですね。と言っている間に1分半経ちました。ちょっと余裕ぶっちゃいますね。1分半経ってます。何ですか。はい、さあ鹿児島魂を、鹿児島魂ですね、見せていくしか、いくしかないですね。ちょっと強気が今で一瞬ちょっと弱気になってます。いや、まだまだ、まだ、ね、まだ、さあ、2分経ちました。ちょっとダメっす。これ、あれって、わかりますね、この煽られる気持ちが。あの、慌てる気持ちがちょっと分かっちゃいますね。しかも、2面あります。さあ、鹿児島を代表して、ちょっと、やばいです、鹿児島さん、寺西さんに一石を投じると爪痕残します。いけると言っていましたが、さあ、2分半経ちましたよ。この時間用でのが一番きついですよ。さあ、だんだんですね、焦ってきますね、これ。ちょっと焦ってますね。ちょっと焦ってますか？焦ってますか？ちょっと上からしていきます。あ、こっち、はい、ちょっと作戦を変更しました、途中で。ちょっと作戦変更していきます。はい。さあ、桜島職人。やばい、この時間はやばい。結構プレッシャーあげます。桜島名人が先ほどテラニスさんに勝つと、は
はい、5分は余裕とおっしゃっています。3分経ちましたよ。あれ分かんなくなっちゃった。ちょっと頭が思考がやばいですね。思考がやばいな。さあやばいっすか、やばいっすか。ちょっとやばいっすね。それそろそろ3分半経ちました。本当ですよ。やっぱ本当ですかって言うんすね。いやあるあるですね多分。さああと1分半になります。やばいちょっとやばい。しかもミスった。ミスったちょっとミスっちゃいました。やばいさあ寺西さんに勝てるのか。あやばい、表情がない。表情がないハプニングがあります。弱気になってます。さあもう4分です。もう4分です。これやばいですね。これやばいです。動画的にもやばいです。動画的にもやばいです。あと1分です。動画的にもやばいですよこれ。あと1分になってきました。さああんだけ煽っといて終わらなかったやばい。セラニスさんに勝つことができるのか。ちょっと言い訳考えていいですか。まだしてまだあと30秒あと30秒やばいもう多分今あのスローモーションでさっきのあのいや俺勝てますよって多分流れてると思います。流れてるんすか。俺でもいけるんじゃないの。さあやばい、あと15秒です。やばい、いやどうにか多分さあいける10秒前9、8、7、6、5秒前4、3、2、1終了。本当ですか。いや本当ですよ。本当ですよドッキリじゃないですよこれ。あちょっとそういう感じじゃなかったですか。って言いながらまだ作業しております。寺西さんごめんなさい、できませんでした。ちょっとあれちょっと計算ミスですね。ちょっとあれと思っちゃって。さあ一窓がそろそろ、丁寧にちょっとここから入ります。はい、やばいや消化試合みたいになってますけど。意識したら手が震えちゃいます。はい、今終了しました。やばいや、まあ、片っぽの窓だけちょっとあれですね、寺西さんの凄さが分かったですね。いやまず見つからない表情が見つからない。ちょっと言い訳していいですか。言い訳しながら作業するのがさすがっすね。全然ダメです。5分早いですね。あの動画で見とったら結構長いんだなって思っちゃったんですよ。って思うでしょ。全然短いですね。そうですね、あっという間に終わっちゃったっすね。場所がちょっとあれですよね。言い訳タイム。言い訳タイムいいっすよ、いいっすよ、やりながら言い訳タイムで。場所がですね、あの高さがちょっとあったんで下まで届かなかった。あこういう風にちょっと、はい、ね、あの段差があるというか。そうですね、はい、で大体養生を本当張るときは、はい、下から上がいいんですけど、あそう塗料がくぐっちゃうんで、ちょっと今回ちょっと上からやっちゃったんですけど、はい、本当は養生するときは下張って上張っていかないと塗料がやっぱくぐっちゃうんで。おそれ桜島職人の解説が、はい、解説があの解説だけ解説の動画でよくないですか。いや変更で変わっちゃうんで、変更でちょっと変更させてください。いや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 ね、ちょっとあれだけ寺西さんを煽っておいて。そうですね、ちょっといや内心絶対いけるなと思っちゃったんですけど。そうっすよね、やってみたら大変っすねこれ。大変ですね。ちょっと結構打ち合わせでもそんな話でしたもんね。あ、いけるんじゃないですか意外とみたいな。打ち合わせが全然打ち合わせじゃなくなっちゃったぞ。途中でもうんみたいな。あれみたいな。ちょっとあれいけるはずがみたいな。3分切った時からあれちょっとやばいんじゃないかな。ちょっとやばいんじゃないかな。なるほど。さあ下もそうですね。ちょっとだから段差があるって感じですよね。そうですね。で本当ひっつきがちょっと今回悪いんで。
はい、これ言い訳っすよ。これ言い訳っすよ。これは言い訳ですよ。もう自分で認めます。め名言出ましたね。これ言い訳っすよ。これ言い訳っすよ。そうですね、やって文句言ったらちょっと叩かれちゃうんで、うん、もう言い訳ってちょっと言おうかなと思って。逆に逆にちょっと言っとこうかなと思って。そしたらコメントでもあれですね。言い訳するならやるなね。いやでもね、勝てると思った。そうですね、あのあれですよね、いけるんじゃないか、いけるんじゃないかっていう、いやそんぐらいの意気込みでやっていかないといけないなと思って。そうですよね、まあ、やった結果がこれですよね。いや本当鹿児島の皆さんもすいませんでした。はい、ちょっと恥ずかしいですね。多分ちょっと叩かれますねこれ鹿児島。いやいや、でもそれだけね、頑張ってこっち来てやってもらってるってことですよね、本当に。こっちに来てちょうど今月で3ヶ月。あ、そうか。はい。なんで YouTube 見て来られたんですもんね。そうですね。YouTube 一応第1号。第1号っていうことで、はい、だったんですけど。それから本当最近求人がなんか多いってなんか聞いて、うんうんうん、どんどんこういう感じで来るのかなと思って。そうっすね、まだ来てほしいですけど。まだまだ来てほしいですね。まだまだ全然来てほしい。どうですか、はい、実際このね、塗り替え道場っていう会社、はい、まあ社長もあやて出演してますけど、はい、仕事的にはどうですか、やりやすいですか。全然やりやすいですね。おー、自分も今までの会社その上の立場で入ることがあんまなかったんですけど、うん、やっぱここ挑戦させてくれるんで、いろいろとやってみて失敗はかばったるっていう職長なんで、うちの塗装班の。ちょっと寺内さん褒めときますね。褒めときます。ここでちょっとポイントアップを、はい、ちょっとさっき煽ってどのこうの言われたらちょっと大変。ちょっとうちの職長でも本当自分も寺内さん見て、はい、やっぱ出てきたんで。あ、 そうなんだ。それだけのやっぱ人でした。うん、それは保証します。お。じゃあ仕事はやりやすいっていう環境が、はい、やりやすいんで、でやっぱ年とかも大体みんな近いし、うん、先輩とかもみんな本当いい人なんで、うんうんうん、はい、全然自分とその年の差も結構離れてるとは思うんですけど、うん、はい、全然年の差も関係ないぐらい仲いいんで。へえ、全然やりやすいと思います。じゃあもう YouTube 見てこっち来てよかったなっていう感じは今。そうですね、後悔はないですね。おお、会社的にも全然やりやすくしてくれてるんで。いいっすね、はい、もうすごい。めっちゃ今あれしてます。アピールしてます。ちょっとアピールしてます。いや120点満点のコメントでしたよ。本当ですか。そっちの方を今日見てもらえたら。そっちの方をちょっと見てもらえたら助かります。いやもうタイトル5分トライアルと言い訳みたいな。ちょっと PR も兼ねてちょっと多めに。多めに見てください。いいっすね。あ、はい、これで完成しました。はい、あ、わかりました。以上で5分トライアル、はい、5分トライアル結果は、結果はまあ今回はダメですね。今回はちゃんと負け認めます。あ、次ちょっと1回挑戦したいと思います。あ、そうですね、はい、ちょっと負けたまま嫌なんで。そう、おお、やばい、かっこいいっすね今の。ちょっと今回は持ち上げてくれ。いいことしか言わない。テラニスさんには負けないぞということで。そんぐらいの気持ちで。わかりました、はい、やっていこうと思います。はい、また見てね。